アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のな世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理社です。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグウエスト第4節その一戦となります。クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなくキックオフとなっております。試合開始予定時刻14時10分キックオフ予定となっています。ただいまその試合にを控えまして、両チームそのウォームアップを終えまして、その最終調整に余念なくその体の準備、そしてチームの状況を再確認しているところにあります。両チームの簡単なご紹介をさせていただきます。本日はホームチームという形で、メインスタンド側に陣取り、チームカラーであります今季より新しくなりましたダークグリーンのユニフォームをまといましたクラブベアーズが手前側にありますチームです。むしろオールドファンにとってはその創部当時の名称をマイカルベアーズと称した方が馴染みある方いるかもしれません。1989年に当時ありました企業日医がマイカルブランドを立ち上げる際にそのフラグチップチームとして作られましたマイカルベアーズ、一気に関西三強の一角に躍りまして、関西の、X リーグ黎明期を支えました。しかし後にマイカルがスポンサーから外れまして、ノンスポンサーにの厳しい時期を経て、チーム力は現在下降しましたが、しかし現在 X3 においてその名を轟かせております。スポンサーにはその後新たに株式会社ニータカ、朝日油業ネクストなどさまざまな企業がここのチームに賛同をしまして、再びその勢力を取り返し、多くの昔からの馴染みあるフットボーラーが集いまして、再びその勢力を取り返し、今季再び X2 目指さんと意気込んでおりますクラブウェアズ、現在連勝という形で全勝の状況を保ち、この第4節挑んでおります。さらに連勝を重ねるという形でこの一戦に挑みます。さあこのクラブウェアズに対する形で、本日はアウェー側バックスタンド側にホワイトをまといまして挑みますのが、この大阪にその名を届かせます大阪府警シールズです。文字通りこの市民の安全を守るためにその公務員の中として、この大阪の治安を維持する立場にあります大阪府警認定のクラブチームとして立ち上がりました大阪府警クラブ、大阪府警シールズです。その名の通り警察官として庶民の盾とならんとするイメージとしてこのニックネームがつきました。フェアプレーをもとに正々堂々と戦う心を心がけているというチームフィロフィソリーにのっとり、今シーズンも X に参戦しております。その仕事の関係上、サミットやそして近年ありましたコロナ禍等でその活動においては大きな制約があり、なかなか今期、何期も参加できない時期が続きましたが、さっき参加できない中もしかし2年ぶりに再度今季復帰となっております。なかなかシーズンを通して、そして通年を通してという格好で参加することが難しい時期もありました。しかしそのアメリカンフットボールで市民に対して自分たちのそのパフォーマンスをアピールするという、その自らの使命を課さんという形でその戦いに挑む姿はまさに敬意に表するといったところでしょう。今季その中において久方ぶりに勝利を挙げまして、さらにその勝利白星重ねんと、さらにこの強敵に挑まんとしております。さあ果たしてこの大阪府警シリーズはこのクラブベアーズの連勝に歯止めをかける形になるでしょうか。その両雄がこれより、その、歩行を交えまして、この第4節を彩る形になります。さあその試合に先立ちまして、クラブベアーズの方のメンバーの方にこの、クラブベアーズのチームの紹介と、そしてこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。よろしければ今から流させていただきますので、ご視聴いただければと思います。自己紹介をお願いいたします。はい、ク
ラブベアーズ43番ラインバッカーの松井です。クラブベアーズどういったチームですか？はい、去年と比べて人も増えて、いい雰囲気が作れている、いい面白いチームだと思います。今日の試合に関しての抱負をお願いいたします。はい、残り2戦で大事な1戦になりますので、去年も、今年の春も大阪福井さんとしてますけど、圧倒して勝ちたいと思います。期待します。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。クラブベアーズ松井選手にチームの紹介とこの試合に関する意気込みをインタビューお答えいただきました。松井選手ありがとうございました。さあ試合の方ですが、審判団がフィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を告げようとしております。両チームさらに気概を上げましてサイドラインに整列いたしました。さあ審判団両チーム首脳陣招きでこれよりコイントスに入ります。令和6年11月4日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグウエスト第4節クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。
これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取っていますのがホームチームとなりますクラブベアーズ、奥側に本日はアウェーという形で挑みます大阪府警シールズです。大阪府警キックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形式で行われます。両チーム激飛ばしましてフィールドに入り、これより試合開始となります。まずは大阪府警のキックオフで試合開始となります。キックオフします。キックオフキッカーは11番の田島が務めます。桃山学院大学出身のプレイヤーです。対しましてクラブベアーズはリターナーに1番と12番を配置しました。1番は杉田、日本大学出身。12番は小田、大阪産業大学附属高等学校出身です。さあ手前側にいる選手に蹴り込むような形で短いキックを蹴りました。クラブベアーズ自陣33ヤード付近確保し、この位置からの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃になります。クラブベアーズ自陣33ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入りました。何枠にハンドオフしまして、何枠に右方向に展開、必要距離は10ヤード、入りまして約3ヤードのゲインとなっております。まず最初タフなランから入りました。託されましたのは12番の小田、大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。さあ3ヤード進みまして、残り距離7ヤードの更新距離、クラブベアーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣36ヤード。パス不成功。今度は攻撃が開始点より後方より一度だけできます前パスを敢行しました。クォーターバック8番、ターゲット85番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功となっております。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いましてクラブベアーズ3回目の攻撃に変わります。クラブベアーズサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。ファースター、この距離をランプレーで突破しました。
ランニングバック、30番でしょうか、ハンドオフを託されまして左オフタックル付近を突破、一気に密集点突き抜けまして見事攻撃点更新を果たしております。クラブベアーズファースター、更新しましたランニングバックは33番でした、中野です。大阪芸術大学出身のルーキーです。さあこれによりハーフウェイ付近まで進みまして、クラブベアーズファーストダウン10、ここで攻撃権は1回目に戻っております。さあ再びナイスラン、ファーストダウン。さあここで攻撃権は33番で1回目に戻って、フェンスラインが素晴らしいホールを作りまして、その隙間をすり抜けるようにランニングバック33番一発で攻撃権更新を果たしました、クラブベアーズファーストダウン。ここは33番の33番中野が素晴らしい見脚を披露しております。またオフェンスライン陣も素晴らしいブロックを作っています。さあクラブベアーズ相手陣39ヤードからのファーストダウン10、パス成功。クォーターバック8番、今度は外に展開するワイドレシーバー1番にパスを通しまして、まず8ヤード7ヤードのゲインを図る形に成功しています。ここは手堅く外にプレーを散らしました。クォーターバック8番はクォーターバック8番、今度は京都大学出身、取りましたワイドレシーバー1番にパスいた日本大学出身です。これもまた名門校出身のプレーヤーがここで活躍しています。クラブベアーズセカンドダウンスリー、ナイスダウン、ファースター、ここでランプレーを抑えました。ランニングバック33番、ハンドオフから右オフタックル付近縦に切り上がり、見事攻撃権更新果たしております。鮮やかなコーナー混ぜました展開をして攻撃を前進しております。クラブベアーズファーストダウン獲得しております。キャリア33番は中野でした。大阪芸術大学出身です。クラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン10、さあパスを打てる、さらに行く、ナイスゲイン、ファースター。クォーターバック8番、今度は左側に展開している29番にパスを投じました。このパスを29番キャッチしまして、さらにそこから前進し攻撃権更新果たしております。さあパスを打てる、ファースター、さらに見事なキャッチアンドランを決めましたが、ナイスゲイン。29番の藤本でした、京都府立大学出身、こちらもルーキーです。さあ相手陣14ヤードからクラブベアーズファーストダウン10、さあ一気一貫ビッグゲインファースター、ここでランプレー投入しまして一気にゴール前1ヤードに迫りました。ランニングバック33番ハンドオフから右オフタックルを駆け上がり、タックル受けながら伸び上がるようにゴール前1ヤードに迫る見事なランを披露しました。素晴らしいランも展開しています。33番は中野です。大阪芸術大学出身。さあこれによりましてゴール前1ヤード2ヤードの状況からのファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの距離突破を図ります。ここでトラブルが発生しました。クォーターバックとランニングバックのタイミング合わず、あわやボールを落としかけれないという状況、しかしなんとかクォーターバックが抑えまして攻撃権は確保しております。しかし若干後ろに下がりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン2ゴール、残り4ヤード。タッチダウン、ここでクラブベアーズは確実にパスによってタッチダウンを上げる形に成功いたしました。残り距離非常に厳しい状況、ランではなくあえてここは非常にスマートにパスでタッチダウンを上げまして、クラブベアーズ先制となる6点を獲得しております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに入ります。
このキック見事決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、大阪府警シリーズ0点。まずクラブベアーズが鮮やかなパスプレーによってタッチダウンを上げまして先制する形に成功しております。見事そのタッチダウンパスをキャッチしましたのはクラブベアーズ29番のプレイヤーでした。クラブベアーズ29番は藤本です。京都府立大学の出身のルーキー、見事にその大役果たしました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックをさらに決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点という形になります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーン自陣で倒されるセーフティー、自殺点の2点です。アメリカンフットボールの得点パターンは結果1回で入る得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになり、この組み合わせによる足し算によりまして決着をつける形になります。そして得点を挙げたクラブウェアーズのキックオフで試合再開です。さあ大阪府警リターンに入りました。中央を駆け上がりまして大阪府警自陣27ヤード付近を確保し、この位置から大阪府警の攻撃に入ります。アメリカンフットボールはラグビーと違いを得点を上げた側がキックオフをしまして試合を再開します。従いましてラグビーと違い失点をした側が次の攻撃を得やすい形になり、双方が攻撃の機会を得やすい形になっています。さあ大阪府警失点許しましたが、このシリーズで同点に追いつくことができるでしょうか。ボールオン自陣27ヤードから大阪府警シリーズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。何枠29番ハンドオフを託されまして密集点に突入、右オフガード付近駆け上がりまして約2ヤードから32ヤード程度のゲインを獲得しております。託されました何枠29番の木村です。さあまずランプレーを投入しました。産業大学出身のプレイヤーです。大阪府警シリーズセカンドダウン8。パス不成功。ここで大阪府警は右に展開していくレシーバーにパスを投じましたが、これをクラブベアーズ10番がパスカット。10番非常に素晴らしいパフォーマンスであわやインターセプト戦という素晴らしいカバーではありました。パス不成功。しかしパス不成功という形でサードダウンに変わります。大阪府警シリーズサードダウン8。パス不成功。この距離をパスプレーによって突破を図りました。ターゲットは11番でしたでしょうか。しかしこのパスをキャッチできずパス不成功となりフォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権となりますが、大阪府警この1回どのように行使するでしょうか。体型を変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしパントは攻撃放棄を意味します。さあそのキックでどこまで陣地を挽回できるでしょうか。パンタープレッシャーからかボールをジャグルし、しかし何とか蹴り出しましたが、この時ボールをシャンクしました。結果的に大きな挽回を図ることには至らず、大阪府警陣33ヤード付近でボールは外で出まして、この位置で攻守交代、テイクオーバーしまして、クラブベアーズに攻撃権移ります。結果的にかなり有利な位置からクラブベアーズ攻撃に入ります。相手陣33ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあまずクォーターバックが自ら行きました。ハンドオフをする際にクォーターバックそのまま抜き取りまして自らボールを持ち中央突破を図らんというところ、しかしこれはディフェンスにカバーされましてゲインは1ヤードにとどまっております。
クラブベアーズセカンドダウンライン。パスは通ったがこの判定どうか。パス成功、ファースト。ここでクラブベアーズはパスプレーでターゲット12番にパスを通し、これによって攻撃権更新を果たしました。しかしこの時に12番がファンブル仕掛けましたが、幸い膝をつくのが先だったため、ここでプレー終了となっております。パス成功となりまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。さあこれにより相手陣19ヤードからクラブベアーズファーストアウト。さあ今度は外をつきます。ランニングバックにトスしまして右オープンに展開。キャリア45番密集点に突入するような形で右オープン展開を図り、約1ヤード、ゲインを果たした模様です。キャリアとなりました45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウンライン。パス成功。今度は右に展開していく0番にパスを通しまして、約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。このパスを取りましたのはクラブベアーズ0番の川野でした。関西大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン6。これは大阪府警ナイスディフェンス。ここでクラブベアーズは外をつかんとランニング枠にボールを託し、左オープンを走らせようとしました。そこに大阪府警57番見事に対応しまして、このランを阻止しフォースダウンに変えます。見事なタックルを決めましたが、大阪府警57番のエイカは大阪産業大学出身のプレイヤーです。クラブヤーズフォースダウン10、フォーメーション変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。さあこのキックローカー、フィードゴール成功、3点獲得になりました。ここでクラブベアーズはフィールドゴールによる得点を狙いました。このキックを見事87番ユキタ見事さあ決めまして、3点追加となっています。フィールドゴール成功によりましてクラブベアーズ10点、大阪府警シールズ0点とスコア変わっております。さあ着々と得点重ねておりますクラブベアーズ、フィールドゴールで加点しまして、その、キックオフに今から入ります。さあ大阪府警リターンに入る。大阪府警自陣29ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変わります。
ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ10点、大阪府警シリーズ0点、攻守の方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをバスケット同様クォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤戦となります第1クォーターは、クラブベアーズがタッチダウン、フィールドゴールを1本ずつ決めまして、現在10点リードをする形になっております。大阪府警は現在その突破口を三浦さんと模索しているところでありますが、さあその向きが変わります。この第2クォーターでそのきっかけが生まれるでしょうか。これより第2クォーターに入ります。大阪府警自陣29ヤードからのファーストダウン点という状況で試合再開です。さあランプレー入りましたが、ここはクラブベアーズナイスディフェンス。ランニバック29番にハンドオフし、中央突破図らんと、突入させましたが、そこにクラブワーズ51番立ちはだかりまして、今度ランも阻止しセカンドダウンに変わります。託されましたキャリアは29番、木村でした。京都産業大学、これを仕留めたらクラブベアーズ51番の牧井です。大手門学院大学出身のプレイヤーです。大阪府警セカンドダウン点、パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団がフィールド上に黄色いウエストを落としますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはボールが動く前、特定の選手以外は1秒間の静止が求められます。この1秒間守れず誰かが動いてしまうとフライングとなりまして、フォルススタートの反則となり5ヤード抜体という形に変わります。従いましてクラブベアーズ、失礼しました、大阪府警セカンドダウン15で試合再開となります。さあここでドロープレーを展開しました。パスに見せかけて展開しますドロープレー、相手の裏を突く形でこのランプレーを129番突きまして、右オープンに展開し約6ヤードから7ヤードのゲインを果たす形に成功しています。見事なランを決めましたが29番の木村でした。京都産業大学出身。大阪府警サードンナイン、パス不成功の判定です。ここで大阪府警はパスプレーによって突破を図りました。11番中央に走り込んだレシーバーめがけてパスを投じましたが、これはクラブベアーズのカバーよく、あわやインターセプトにならんという状況、しかしパス不成功となりましてフォースダウンに変わります。
大阪府警フォースダウン9パントフォーメーションを取ります。パンターには56番の内越が入っています。桃山学院大学出身のプレイヤーです。これもベアーズのプレッシャーありまして、パントがシャンクしました。結果的に自陣に脱することはできず、大阪府警陣41ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はこの位置で変わりまして、次の攻撃権はクラブベアーズに移ります。さあ、このパントシチュエーションを非常において非常にパントチームが素晴らしいプレーを見せまして、クラブベアーズ再び相手陣からの攻撃となります。クラブベアーズ相手陣41ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバックまず中央に走り込んだワイドレシーバー12番にパスを投じました。しかしこのパスディフェンスカバーってかオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン点の状況に変わります。ボールオンはしかし相手陣41ヤード。さあ、ランプレーいきました。何枠21番ハンドオフを託されまして中央に突入、そこから相手のディフェンスを見まして左オープンに展開し約7ヤードのゲインに変えております。鮮やかなランを展開しましたがクラブベアーズ21番の野々垣です。関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン3、密集点突入、中央へのランで攻撃権更新を図りました。さあ、判定どうでしょう。わずかに届いていないようです。密集点突入、残り1ヤードでフォースダウンに変わります。さあ、この1ヤードどうするか。クラブヤーズフォーメーション組んだ、フォースダウンギャンブルいきます。1ヤード突破、このワンプレーにかけます。クラブヤーズフォースダウン残り1ヤード。さあ、判定どうか。わずかに届いていない。結果4回の攻撃失敗という形になりまして、攻守交代、テイクオーバーになりまして、攻撃権大阪府警に変わります。一気に攻撃前進図らんとフォースダウンギャンブルに入りましたクラブベアーズですが、これはしかし大阪府警組みとどめまして攻撃を取り返す形に成功しています。さあ、これがきっかけになるでしょうか。大阪府警自陣31ヤードからのファーストダウンテン。パス不成功。まずパスプレーから入りました。右に展開している31番ターゲットでしたが、しかしこのパスリフレクトされまして不成功となっています。大阪府警セカンドダウンテン。パス不成功の判定となっています。先ほどのプレー左に展開しくレシーバーに投じましたが、ボールをレシーバーが確保しきれませんでした。
いわゆるお手玉状態にあり、キャッチが成立しないままボールを弾かれた格好、結果的にはパスをキャッチできなかった不成功の判定となり、次のダウンに変わります。先ほどがセカンドダウンの状況でしたので、次はサードダウンになります。表示遅れており、誠に申し訳ございません。大阪府警サードダウンテ、パス不成功です。クォーターバック11番、プレイアクションを踏みましてパスを投じようとしましたが、ディフェンスライン圧力ありまして、結果的にパスが投げ切れず不成功となりました。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウンテン、パントフォーメーションを取ります。このパントは相手陣に入る形になりまして、クラブベアーズ陣45ヤードの地点で攻守交代となります。攻撃権借りましてクラブベアーズに移ります。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウンテ、インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズはパスから入りました。しかしそのパスを取りましたのは大阪府警57番、インターセプトしまして攻撃権をダッシュする形に成功いたしました。攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権は大阪府警に移ります。インターセプト、ターンオーバー。さあ攻撃権取り返す形になりました。大阪府警相手陣41ヤードからのファーサンテン、パス不成功。ここでクォーターバック11番は右に展開していく31番にパスを投じましたが、このパスオーバースロー、あわやインターセプトという状況、しかし不成功に終わりましてセカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウンテン、パス成功。ここで再び右に展開していく32番にパスを投じました。今度は通りまして約3ヤード4ヤードのゲインとなっております。キャッチしましたのは大阪府警31番の東です。京都産業大学出身の高知県民プレイヤーです。大阪府警サーダウン7、不成功。クォーターバック11番、相手をプレッシュ揺さぶるようなプレーアクションから右にロールアウトしてワイドレシーバー 10番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功に終わっております。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン7、ここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。
オフェンスに交代違反の反則がありました。フィールド上12人いる状態が発生しました。アメリカンフットボールは選手のメンバー登録には基本的に制限がありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。12人の状態になったことによって5ヤードの抜体という形を受け、フォースダウンやり直しです。大阪府警フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパントをフェアキャッチしまして、ここでプレーを終了とします。結果的にそのキャッチしました地点、ベアーズ陣17ヤード付近で攻守交代、攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権移ります。クラブベアーズ自陣17ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウン10、さあまずランプレーを投入します。ランニング枠45番ハンドオフを託されまして、15番ですね、失礼しました、ハンドオフを託されまして右のオフタックル付近突入し約4ヤードのゲインとしています。クラブベアーズ15番は吉本です。大阪芸術大学出身。クラブベアーズセカンドダウン6、パス成功、ファースター。クォーターバック8番、今度は右に展開していた82番にパスを通しまして攻撃権更新としています。クラブベアーズファースター、見事にパスキャッチ果たしましたが、クラブベアーズ82番の寺崎です。大阪体育大学出身です。今度は右に展開していた82番にパスを通します。クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣39ヤード。さあここで密集点にランニングバックを突入させましたが、これは、大阪府警がディフェンス陣奮闘しました。45番の突入を大阪府警56番がタックルしまして、このランを阻止して2ヤードのゲインにとどめております。さあここでタックルしましたが、大阪府警56番の内越です。桃山学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン8、パス成功。クォーターバック8番、今度は右に展開しておりましたワイドレシーバー29番でしょうか、こちらの方にパスを通し29番そこからキャッチアンドランしまして、パス成功。前進図りましたが、この時に足をスリップさせゲインは3ヤードにとどまっております。パスキャッチしましたのはワイドレシーバー29番の藤本でした。京都府立大学出身です。クラブベアーズサードダウン5、パス成功、ファースター。ここでクォーターバック8番ワイド中央切れ込みました。ワイドレシーバー85番にパス、これを85番ディフェンスのカバーありながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、パス成功。タフなキャッチを決めましたが、クラブベアーズ85番の西江です。大阪教育大学出身、エイジ52、50歳オーバー、私と同年代の選手ここで活躍しております。素晴らしいプレーを披露しました。ここでホイッスル。ここで2ミニツウォーニングに入ります。今季より国内のアメリカンフットボールが所属し、準拠しております
アメリカカレッジルール NCAA ルールにこれまでプロにしか採用ありませんでした。前後半残り2分でのレフェリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは先ほど申し上げました通り点取り合戦ではありますが、同時に時間内でそれをいかに効率よく行うかという時間をかけた戦いでもあります。残り2分でその時間がさらに問われる状況、これからそれを踏まえた攻防が展開されます。ぜひご注目ください。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様、個人様の寄付ありましてこの配信は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集させていただいております。この配信の説明、概要欄のところにその、説明内容を、めくっていただきますと、そのショッピングカートの URL がございます。こちらをご覧いただきましてその内容をご同意可能なものがありましたらぜひご協力お願い申し上げます。試合再開となります。クラブベアーズ相手陣41ヤードからのファーストダウンテン、これは大阪府警ナイスディフェンス。まず中央へのランプレーを投入しようとしました。しかしそこに大阪府警65番50番が立ちはだかりまして、このラン阻止し1ヤードロスに変えております。見事このランを仕留めましたのは50番の市川福岡産業大学出身、65番の節田近畿大学出身です。さあこれによりましてセカンドダウン11の状況、クラブベアーズパス成功、ファースター。ここで右に展開していたワイドレシーバー82番にクォーターバック8番投じまして82番にほとキャッチし攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン、しかしチェーンがこれでセットされますと再び時計は回ります。ここでホイッスル、ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。クラブベアーズここは時間を確保するためと、そして作戦の確認をするためにタイムアウトを行使しました。前半残り時間1分20秒となっております。タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン点の状況で試合再開となります。クォーターバックパスを投じんと構えましたがディフェンスプレッシャーありまして結果的にパスを投じることなく終了となりました。ここでホイッスルが吹かれております。クラブベアーズここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。先ほどのプレー結果的には中で倒されたためランプレーとして見なされます。その場ですと時計は回り続けるためここでタイムアウトを行使しました。
クラブベアーズ前半2回目のタイムアウトを行使しました。ボールオンは相手陣28ヤード27ヤードの位置、セカンドダウン11の状況で試合再開です。前半残り時間は1分12秒となっております。パス成功。クォーターバック8番、右に展開していたワイドレシーバー29番にパスを投じ、29番これをキャッチ、すかさず外へ出ましたので、ここで一旦時計は止まっております。約8ヤードほど獲得しました。パス成功。ここでは距離以上に時間が問われる状況でもあります。その頭脳的なキャッチを見事決めましたのはクラブベアーズ29番の藤本でした。京都府立大学出身。クラブベアーズサーダン3、ここでホイッスルが鳴ります。ここでクラブベアーズ全てのタイムアウトを行使しました。3回目のタイムアウトの投入です。さあタイムアウト解けまして試合再開。クラブベアーズ全てのタイムアウトを使いました。さあここからは非常にプレーの精密さが要求されます。サードの3の状況突破なるでしょうか。攻撃権更新、ファーストダウン。ここはパスによって突破しました。しかしチェーンがセットされますと時計は回ります。さあどうするか。パスを叩きつけプレーを止めます。前パスを叩きつける形で時計を止めました。前パス失敗ですと時計は止まります。時計フィールド上に合わせまして残り時間55秒に設定を変えさせていただきます。さあクラブベアーズセカンドダウン2ゴールの状況、残り距離9ヤード、プレーを行います。さあここでランプレーを投入しました。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。さあ果たしてどのような反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤード抜体を受ける形になりましてセカンドダウンをやり直している形になります。この結果セカンドダウン2ゴール残り18ヤードで試合再開になります。審判団がレイフォーをかけますとそこから時計は回ります。
ボールのセット位置再設定になりまして、ファーストセカンドアウトゴール残り19ヤードに訂正されます。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを投じましたクラブベアーズ。しかしそのパスを取りましたが、大阪府警57番、本日2つ目のインターセプトを決めまして、ターンオーバー、攻守交代となり大阪府警に攻撃権移ります。時間との戦いに入りましたベアーズ。若干プレーが焦りがあったでしょうか。上積みましたパスを取ったのは大阪府警57番でした。見事インターセプトを決めましたのは江川です。大阪産業大学出身のプレイヤーです。さあ大阪府警ファーストダウン点に入ります。さあランプレー投入しまして、密集点突破を図ります。ゲインは約2ヤードから3ヤードです。どうやら大阪府警はこのままプレーを流すのでしょうか。ここでホイッスルが鳴りました。ここで大阪府警が前半1回目のタイムアウトを取得します。大阪府警自陣30ヤードからのセカンドダウン7。前半残り時間は1秒となっております。このパスはしかしインターセプトとなりまして、ここで前半が終了する形になります。前半終了となりまして、クラブベアーズ10点、大阪府警シリーズ0点、クラブベアーズがワンタッチダウンワンフィールドゴール加えまして、前半戦リードを取る形になっての終了となっています。双方ともそれぞれに思惑ありまして戦っております。一戦非常に白熱したものになっております。現在非常に面白い展開で10対0というスコアになっています。双方これより作戦タイムを兼ねましたハーフタイムに入ります。後半戦の突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムを私の配信の幕開の間とさせていただきます。その間は X リーグの方で作成されました X リーグおよびアメリカンフットボールをご紹介する動画、こちらがございますので、ぜひご視聴をくださいますをよろしくお願いいたします。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋博一は、大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島加奈子は、子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。
このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を。さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー。交代はプレーごとに人数制限なく行えます。フィールドは縦100ヤード横53ヤード。得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点。エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点。タッチダウンで2点。エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間。試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに。反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。さあ審判団フィードに戻りまして、後半戦まもなく開始という形になっております。前半終えましてクラブベアーズが10点、大阪府警シリーズ0点という形で現在クラブベアーズがリードする格好になっておりますが、さあ大阪府警はその突破口をこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。あるいはクラブベアーズがこのまま勢いに乗りまして、このまま試合を決する形になるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。後半戦はクラブアイランズのキックオフで開始する形になります。キックオフを務めますのは33番の中野が務めます。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。できるか大阪府警。リターンの体勢が崩れた格好になりまして、結果的に大阪府警陣6ヤード付近でとどまる格好になり、この位置からの攻撃という形になります。ここで負傷者が発生したため、現在レフリータイムアウトが入っている模様です。
さあタイムを届けまして試合再開となります。大阪府警自陣6ヤードからのファーストダウン10。パス不成功です。まず左側にいる24番にパスを投じましたが、24番これをキャッチできずパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン10。さあここでランプレーを投入しました。ドロープレーです。パスをフェイクにする格好でランニングバック29番に突入させましたが、しかしこれはクラブベアーズの対応をしまして、ゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。さあここでランプレー。さあ大阪府警まず陣地挽回を図りたいところ、自陣6ヤードからのサードダウン10。さあここでドロープレーを展開しようとしましたが、これもクラブヤーズ43番見事に仕留めましてフォースダウンに変えます。この突破は託されましたが、大阪府警31番の東でしたが、これを仕留めたのがクラブヤーズ43番の松井です。さあ神戸学院大学出身のプレーヤーです。先ほどのインタビューにも答えていただきました選手、見事にその公約通り素晴らしいプレーを披露しております。大阪府警フォースダウン7。さあトラブルあったかどうか、セーフティー。ここでパンタースナップをジャッグルしました。なんとかカバーして蹴ろうとしましたが、しかしそこにクラブベアーズディフェンス陣佐藤、最終的にエンドゾーンで倒される形になりまして、セーフティー、自殺点となります。従いましてここでクラブベアーズに2点が献上される格好になり、クラブベアーズ2点追加し、クラブベアーズ12点、大阪府警シーズ0点とその差広がる形になりました。さらにセーフティーは自殺点となりますので、失点した側がキックオフし試合を再開いたします。その位置もさらに通常と異なり、自陣20ヤードの位置からのキックオフです。失点した側のキックオフですが、セーフティーの場合にはパントスタイル、そしてプレースキックスタイルのいずれかを選べますが、大阪府警はプレースキックスタイルのノーマルなキックオフスタイルを採用する模様です。さあなだれ込むようにリターンしまして、82番相手陣35ヤード地点確保し、この位置からクラブベアーズの攻撃に変えます。さあさらに得点狙わんという位置にありますクラブベアーズ、相手陣35ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル。ここで大阪府警後半1回目のタイムアウトを投入します。先ほどのセーフティーも合わせまして、若干動揺の感がチームにありました。これを一旦沈めるため、流れを断ち切るタイムアウトをここで投入します。しばしばこれらは効率においてはあまり価値がないのではというふうに言われる議論もありますが、私自身はアメリカンフットボールほど激しい競技こそ
心技体が整っていることが非常に重要になります。特に心の動揺はその全てをゴアさんにします。これをせき止めるためのタイムアウトは価値があると私自身は思っております。さあタイムアウトを解けましてクラブベアーズ攻撃が再開です。ボールオン相手陣34ヤードからのファーストアンテン。さあ密集点に入ります。中央へのランプレー。まずここでパワフルなランプレーによって前進を図りました。キャリア12番に託しましてオフェンスラインともども密集点に突入し約7ヤードのゲインとしています。さあ密集点に入ります。キャリアとなりましたのはクラブベアーズ12番の小田です。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン3。ここでトラブルが発生しました。クォーターバックスナップを受け損ねて後逸しました。なんとか自ら確保しましたが結果的には交代しましてサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ここでパスプレーによってアイドレシーバー82番にパスを通し攻撃権更新を図りましたが、しかしここでイエローフラッグが投じられました。先ほどのプレー、果たしてこの反則の中でも成立するでしょうか。この審判団のコールを待ちましょう。オフェンスの反則です。ハンズオフェイス、相手を押しのける際に相手のフェイスガードを押さえつけるという形で反則となりました。従来はこれらは緩和されていたのですが危険性を鑑みまして、これが反則となっております。ペナルティとしては重大な扱いとなりまして15ヤードの抜体、従いまして15ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。さあ下がりましたがこのサードダウンの状況突破なるでしょうか。ハーフウェイからのサードダウン25。さあここでパスによって突破を図りました。ロングパスを投じるかと思いきや手前にいるレシーバーに投じ、そこからキャッチアンドラン、ランアフターキャッチを図りました。スピードによって8には右サイドラインが駆け上がりましたが、しかしこれは大阪フェイ詰め寄りまして、ここでパスによって突破ならずフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン11、パントフォーメーションを取る模様です。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合は攻撃権を相手に移り、相手チーム自陣20ヤードからの攻撃と変わります。ここで大阪府警が非常にテクニカルなプレーをしました。リターナー、ここでフェアキャッチシグナルを出しまして、キャッチをしてもリターンをしないという形で意思を見せましたが、そもそもキャッチそのものをしない位置におることによりまして、その軌道を見余らせる形にしまして、セーフ、このタッチバック成立させました。この辺りはアメリカンフットボールの熟知している、意味でも素晴らしいプレーでした。さあ大阪府警自陣20ヤードからの攻撃となります。大阪府警シールズファーストダウン10。
さあランプレーを投入しましたが、ここは、クラブベアーズ踏みとどまります。中央へのランプレーを展開しようとしたところ、クラブベアーズディフェンスライン詰め寄り、4番が最終仕留めまして、このランをノーゲインに変えております。クラブベアーズ4番は川口です。龍谷大学出身です。大阪府警セカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック19番、プレッシャーある中、そのカバーをついて9番にパスを投じましたが、しかし9番もカバーされており不成功となっております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブベアーズ失礼しました、大阪府警サードダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック11番、左奥走り込んだ24番にロングパスを投じました。24番ディフェンス振り切りましたが、日差しが目に入ったでしょうか、ボールを見失いパス不成功になっております。若干西日が強まってきた感があります。この鶴見緑地、その向きによってはレシーバーの目測を誤る位置にその日差しが入ってくる可能性が出てきております。大阪府警フォースダウン点、パントフォーメーションを取ります。これをクラブベアーズ82番果敢にリターンしまして、相手陣35ヤードの位置確保し攻撃権を獲得しております。この位置からクラブベアーズの攻撃に変わります。クラブベアーズ相手陣35ヤードからファーストダウン10、さあまず密集点にランニング枠を突入させました。中央突破線という形で果敢に突入させましたが、これは大阪府警もフロント陣踏ん張りまして、65番、50番などが殺到しこのランを阻止しております。クラブベアーズセカンドダウン9、パス不成功。クォーターバック8番、プレーアクションを挟みましてパスを投じましたが、しかしディフェンスのプレッシャーありましてか、クォーターレシーバー29番へのパスは上ずり、オーバースローでパス不成功、サードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン9、さあこのランどうなるか、攻撃権更新、ファースター、ここでこの9ヤードをランプレーで突破し図りました。そしてその期待に応えて12番見事攻撃権更新なしております。クラブベアーズファースター、さあこのランどうなるか、素晴らしい、勢いあるランによりまして攻撃権更新しましたのはランニング枠12番の大田でした。大阪産業大学附属高等学校出身。クラブベアーズファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバックはプレーアクションパスでターゲット12番にパスを投じました。しかしこのパス12番手にかかりましたがキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。
クラブベアーズ相手陣24ヤードからセカンドダウン10。ナイスラン、ファースター。ランニングバック21番ハンドオフから左オープンに展開。その大きく空いたスペース見事につきまして攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースター、スピーディーなランで攻撃権更新を果たしましたが、クラブベアーズ21番の野々垣です。関西学院大学出身です。さあ相手陣13ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ再び密集点を継がす。今度はハンドルから中央切れ込みまして、ランニング枠33番約6ヤードのゲインを果たしております。キャリア33番は中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。さあ再び密集点を、クラブウェアズセカンドダウン4。ここでクラブベアーズパスプレーによって見事これをタッチダウンに変えました。左奥走り込んだレシーバーにパスを投じ、そのレシーバーエンドゾーンで着地したことによりタッチダウン成立です。クラブベアーズタッチダウンパスにより6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック成功し1点追加。クラブベアーズ19点、大阪府警シリーズ0点とそのスコア広がる形に成功しております。さあ判定どうか。フィールドを駆け抜けるように左サイドエリアに入りました。レシーバーにパスが通りまして見事タッチダウン成立となっております。さあ着実にそのリードを広げております。クラブウェアーズのキックオフで試合再開となります。今スタンドではお子様方の非常に華やかな声援が送られております。やはりこういった家族の応援というのは非常に旗から見ていても羨ましく、そしてとても微笑ましく、そして頼もしく思います。さあリターンに入る大阪府警、中央つきまして大阪府警陣23ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。大阪府警自陣24ヤードからのファーストダウン10。ランニング枠29番ハンドオフから中央突破、しかしそこからディフェンス集まりまして左オープン展開し、約5ヤードから6ヤードのゲインを果たしております。
大阪府警セカンドダウン4。これはクラブベアーズナイスディフェンス。再びランプレーにより前進図らんという大阪府警でしたが、ここに、クラブベアーズディフェンス陣殺到、素晴らしいチャージにかけまして、56番と10番が仕留めまして、2ヤードから3ヤードロスに変えております。クラブベアーズ56番が上村、近畿大学出身です。パス不成功。大阪府警11番、ここで左奥走り込んだ21番、24番にパスを投じましたが、このパス24番キャッチできず不成功、フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。このパントはクラブベアーズ陣40ヤード付近でとどまりまして、攻守交代、攻撃権はテイクオーバー変わりましてクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10。さらに行きます、まだ行く、ナイスファーサー。ここでランニングバックが素晴らしいプレーを見せました。さらに行きます、ランニングバック33番、ハンドオフから中突破し、そしてそこから空いたタックル受けて左オープンに展開、さらにセカンドエフォートサードエフォートを加えまして攻撃権更新しました。見事なパワフルなランで攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事なランを披露しましたのは33番の中野でした。大阪芸術大学出身です。ここで第3クォーター終了となっています。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ19点、大阪府警シールズ0点、双方攻守の向きを変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。さあ膠着状態にありました状況、しかしベアーズが徐々に押し戻し返しまして勢いをつけ直そうとしております。さあこのままベアーズさらに得点を重ねるでしょうか。本日の配信は X2 ウエスト X3 西日本の全チームによります合同企画によって配信させていただいております。この企画にご同意くださいました多くの企業様、個人様のご寄付ありまして、この企画成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画現在も募集させていただいております。この配信の説明概要欄にそのショッピングカートの URL ございます。こちらの方をこちらの方の中身ご覧いただき、もし企画にご賛同可能なものがございましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。これらの企画がありまして、私も様々な地域のアメリカンフットボールを配信することが、可能な形になっております。皆様のご援助期待しております。よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。クラブウェアズ相手陣40ヤードからのファーストダウン10。
さあこれも粘りだ。ナイスラン、ファースト。ランニング枠33番、今度は左オープンをつきました。ハンドオフから大きく迂回し、相手ディフェンスをその体育生かしながら前進しまして、見事攻撃権更新を果たしております。さあこれも粘りだ。ランズファースト、ナイスラン。このシリーズは33番の中野が引っ張っております。大阪芸術大学出身です。クラブベアーズ、相手陣28ヤードからのファーストアンテン。さあ今度は15番が持ちました。ハンドオフを受けて左オフタックル付近にそのカエラを突入させます。これはしかし大阪府警も踏みとどめまして、ゲインは1ヤードにとどめております。さあ今度は15番が持ちました。15番は吉本です。こちらも大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン9。パス不成功。ここでパスプレーを挟みました。右に展開していた29番にパスを投じましたが、どうやら29番この時に芝に足元スリップしまして、踏みとどまれませんでした。パス不成功となりましてサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン9、ボールオン相手陣27ヤード。不成功。ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー12番にパスを投じましたが、これは大阪府警24番がパスカットしまして、パス不成功としフォースダウンに変えます。素晴らしいパスディフェンス披露したは大阪府警シリーズ24番の藤井でした。京都産業大学出身です。クラブベアーズフォースダウン9、フォーメーション組みます。フォースダウンギャンブル、タッチダウンにこだわります。さあこのパスはしかしレシーバーキャッチできましたが、フィールドの中で着地できませんでした。従いましてパス不成功という形になります。パス失敗で4回目の攻撃失敗という格好になりますので、ここで攻撃権は終了。攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権は大阪府警に変わります。さあ結果的に攻撃権取り返しまして、大阪府警自陣28ヤードか27ヤードかの攻撃に入ります。大阪府警シリーズファーストダウン10。ナイスパスカット、パス不成功。ここで大阪府警まずパスプレーにより前進を図らんというところ、しかしそのパスをクラブベアーズディフェンスが見事パスカットしまして、パス不成功にされております。パス不成功。番号の方の確認を怠りまして誠に申し訳ございません。97番のプレイヤーでした。97番の白洲です。大阪体育大学出身、エイジ50。大阪府警セカンドダウン10。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央を切り裂きます。何枠29番密集点突入しまして、約5ヤードのゲインに変えています。この地上戦でなんとか状況打開を図らんというところは大阪府警の何枠29番の木村です。京都産業大学出身。こちらもエイジ43、不惑のプレーヤーここで活躍しております。大阪府警サードダウン5。
インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズのディフェンスが見せました。大阪府警がパスによって突破を図らんというところ、ディフェンス陣がこのパスをカットし、そのボールが落ちる前に14番が拾い上げインターセプトとしました。パスダッシュとなり攻撃権を奪還。大阪府警から攻撃を取り返し、クラブベアーズの攻撃に変わります。大阪府警セカンドインターセプトを果たしましたが、クラブベアーズ14番の佐藤でした。日本大学出身です。クラブベアーズ相手陣45ヤードからのファーストダウンテ、これは大阪府警ナイスディフェンス。クラブベアーズ今度は中央ヤードランプでファーストで相手陣を粉砕しようとしましたが、ここにクラブ大阪府警の57番79番殺到 しまして、このランを阻止する形に成功しております。これは大阪府警、大阪府警79番78番でしょうか、逆指、素晴らしいプレーでした。京都産業大学出身のプレイヤーです。79番は伊藤でした。失礼いたしました。さあ、その強固なディフェンスに突き抜けました33番中央桐崎、9ヤードのゲインを果たしております。本日この33番中野、非常に好調な走りを見せています。クラブベアーズサード残り2ヤード、ファースター、ここでこの2ヤードをパスで突破しました。クォーターバック8番、ランをフェイクにしたプレーアクションから中央切れ込んだ85番にパス、このパスを85番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズ成功、ファースター。パスを投じましたクォーターバックは8番の稲葉、そしてそれを取りましたワイドレシーバーは85番の西江でした。西江エイジ52、大阪教育大学出身。さあ、さらにここでランプレーが投じられます。何枠33番、ハンドオフから左オープンを展開しまして、相手のディフェンスを見定めながら約8ヤードのゲインを果たしております。さあ、クラブベアーズセカンドダウン2、ボールオン相手陣12ヤード、中央に引きつけ、その奥に走り込んだワイドレシーバー82番にパス、それを82番ディフェンス振り切り、見事にエンドゾーンでパッチキャッチしまして、タッチダウン成立です。クラブベアーズタッチダウンパスにより6点追加となっております。そしてトライフォーポイント、キック成功、1点追加、クラブベアーズ26点、大阪府警シリーズ0点とスコア変わっております。実に鮮やかなプレーアクションでした。フェイクに私もつられまして一旦画面フレーム外れましたが、奥に走り込んだレシーバー
29番に見事通りましてタッチダウン成立となっております。鮮やかなパス、これを取りましたのは29番の藤本でした。京都府立大学出身のプレイヤーです。さあさらにリードを広げるクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。大阪府警リターンしまして自陣25ヤード付近確保してこの位置からの攻撃という形になります。現在負傷者が発生したためレフリータイムは入っております。さてここでちょっと、現時点、この試合始まります第4節が始まります前の星取り表をご覧ください。現在行われておりますクラブベアーズそして大阪府警の星取り状況もここに記載させていただいております。現時点では大阪府警シリーズ、1勝2敗の状況ですがこの試合の結果によりましてはその戦績も変わります。クラブベアーズは3戦全勝というところですが琉球ガーディアンライオンズも先ほどの試合勝利しまして共に4戦全勝という形が近づいております。もしそのような形になりました場合にはこの両雄の直接対決が、10月23日最終節に組まれておりますのでそれが事実上 X 位の優勝決定戦という形に変わります。その意味でもクラブベアーズとしてはこの試合を勝利しまして文字通り決定戦に持ち込みたいといったところでしょう。大阪府警なんとかここに一石を投じることができるか。さあランプレー入りましたがここはクラブベアーズ許しません。中央突破はからんというところクラブベアーズディフェンス陣殺到しまして大阪府警なんとかここに一石を投じることができるか。ニアードロスに変えましてセカンドダウンに持ち込みます。さあランプレー入りましたがここはクラブベアーズ対応しましたのはクラブベアーズ10番の酒井です。大手門学院高校出身のプレイヤーです。大阪府警セカンドダウン12パス不成功。クォーターバック11番左に展開していた24番にパスを投じましたがディフェンスのカバーありましてパス不成功になっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン12パス不成功。クォーターバック11番プレッシャー殺到する中中央切れ込んだワイドレシーバー21番にパスを投じましたがこれはパスが合わず不成功となっております。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。さあこのパントベアーズリターンに入ります。このリターンの結果ベアーズは相手陣44ヤードの位置からの攻撃を得ます。この位置からクラブベアーズの攻撃という形に変わります。
クラブベアーズ相手陣44ヤードからファーストダウン10。さあまず中央にランプレーを投入しました。ランニバック15番、一旦密集点でタックルを受けましたが、そこから伸び上がるように前進しまして約6ヤードのゲインを獲得しております。セカンドエンドを取りまして、中央ね、成功させたのは15番の吉本です。大阪芸術大学出身。クラブベアーズセカンドダウン4。パス不成功。ここでパスプレーを投入しました。クォーターバック8番下がりまして、右奥に展開していた29番にパスを投じましたが、しかしプレッシャーからパス不成功。サードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン4。これは大阪府警ナイスディフェンス。ここで左方向のオープンサイドにランプレーを投入しようとしましたが、ここに大阪府警のディフェンス陣殺到。最終57番が追い詰めまして、大きなロスを奪いましてフォースダウンに変えます。ここでも見せましたのが大阪府警57番の栄川でした。大阪産業大学出身のプレイヤーです。この試合では栄川が素晴らしいプレーを再々披露しております。クラブベアーズフォースダウン7、パントフォーメーションを取っています。このパントは外へ蹴り出す形になりまして、大阪府警陣20ヤード付近でボールデッドし、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に移ります。ここで2ミニ2オーニングに入ります。大阪府警結果的に2ミニ2オーニングを得た状態で攻撃権を確保した格好になります。さあ試合そのものは非常に厳しく決しかけているといった表現をさせていただかざるを得ないと思う形になっておりますが、しかし大阪府警としては何としてもこの状況完封だけは免れたいという思いがあると思います。その意味ではこの攻撃シリーズが得点をできる、おそらくは最後に近いチャンスになると思いますので、ここでの奮起を期待したいところではあります。ツーミーツーモーニング解けまして試合再開。大阪府警ファーストダウン10。さあランプレー入りました。ランニバックにハンドオフしまして、左オフタックルから駆け上がり約8ヤードのゲインを確保しております。試合再開。
大阪府警ファーストアウト、こちらも地上戦で気を吐いています。ランニングバック29番の木村です。京都産業大学出身。さあランプレー、現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。先ほどの、負傷退場という形でこれは10秒減算措置という形が作動します。従いまして試合時間10秒減りまして残り時間1分31秒の状況で試合再開となります。この措置は故意に負傷退場を狙って時計を止め合うという行為を働くことを防ぐための措置です。安全上の関係から危険な際あるいは負傷者が発生した場合は必ず試合を止めますが、それを悪用するチームがあってはならないということでこのような措置が講じられております。試合再開です。大阪府警セカンドアンスリー、ナイスラン、攻撃権更新、ファーストラン。ここで大阪府警クォーターバックセカンドアンスリーからキープを選択しました。ハンドオフフェイクで決め打ちの形で右オープンに展開、これが見事決まりまして攻撃権更新です。大阪府警ファーストラン、ナイスラン。しかしチェーンがセットされますとここから時計は回り始めます。現在チェーンクルートラブルが発生している模様です。さあ時計回ります。大阪府警自陣35ヤードからのファーストダウン10。これはクラブでアズンナイスディフェンス。中央へのランプレーをファーストダウン10、大阪府警は選択しましたがこのランプレーを見事に、クラブベアーズ43番が食い止めまして、ゲインは2ヤード程度にとどめております。見事な対応をいたしましたがクラブベアーズ43番の松井です。神戸学院大学出身。中で倒れたため時計は回っております。大阪府警セカンドダウン8。パス成功、ファースター。ここで11番左に展開していた9番にパス、9番ディフェンスの隙間を縫って見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大阪府警ファースター。さあチェーンセットされまして時計回ります。見事にキャッチしましたが大阪府警9番の吉岡でした。龍谷大学出身。パス不成功。クォーターバック11番ポケットで耐えまして、中央とどまっていたレシーバー27番にパスを投じましたが、しかしこのパスはキャッチ、パスが取ることができず不成功となっております。ダウンセカンドダウンに変わります。
大阪府警セカンダウンテン、残り時間10秒、パス成功、ファースト。クォーターバック11番左に展開していくワイドレシーバー9番にパスを通しまして、見事攻撃権更新を果たしております。また外へ出たため、その時点で時計が止まり、試合時間残り5秒となっております。パス成功、前パス失敗、ないしはボールを持った選手が外へ出た段階で時計は止まります。この点のところも残り時間少ない時には重要な要素になってまいります。さあ、しかし残り時間5秒の状況で大阪府警ファーストダウンテン、ボールオンは相手陣40ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここでロングパス投じましたが、そのパスは最終、クラブベアーズ81番がインターセプトしまして、ここで試合終了となりました。最後を締めましたのは81番の能山でした。京都外国語大学出身のプレイヤーがインターセプトしまして、ここで試合終了です。試合終了となりまして、クラブベアーズ26点、大阪府警シールズ0点でクラブベアーズの勝利となりました。これによりましてクラブベアーズ4戦全勝となります。大阪府警非常に苦しい戦いですが、見事完遂いたしました。最後まで大阪府警を追い詰めるパワフルなフットボール、非常に見応えありました。ナイスファイトでした。クラブベアーズ見事勝利しまして、全勝を確保し最終節を迎えます。先ほどご覧いただきました星取り表、これはこの日が始まる前の状況ではありますが、2つ上上位2つをご覧ください。クラブベアーズ、琉球ガーデンライオンズともにこの日勝利いたしまして全勝確保です。そしてこの両雄が先ほどありました11月23日最終節で直接対決いたします。この勝者がすなわち XE の今季の勝者優勝者となります。さあ、果たして優勝にたどり着くのはこのどちらのチームとなるでしょう。最終節11月23日ぜひご注目ください。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはここ愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを暗示した主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの鍵に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その勢いを世に止まんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたストーリーだったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。この後サイトを変えまして再びこの後行われます、クラブアイランズそして、トライスターズの一戦もお送りさせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして X2 ウェスト XE 西日本全チームの合同企画にのっとって実施させていただきました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その実況と配信をさせていただきましたのは私道楽屋記者でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。